どうもこんにちは、中野敦です。それでは動画を撮りたいと思います。今日の動画について話したいと思います。この後に、抽選前の心境について話して、それから最後にロト6の結果を報告したいと思います。一応もう昨日頑張って2口最終確認したから、もうあの2口で今日何個一致するか確認するけど、どうやろうな。前回が結構惜しくて、本数字2つ一致で、あともうちょっとで当選っていうところまで久しぶりに来たから、まあ可能性はあるかなとは思うねんけど、ただその数字何個か変更してるから、やっぱりそこが不安かな。ここ最近ずっとその1回目の予想と2回目の予想変更してるけど、2個か3個ぐらい数字変更してるからな。まあ何個一致できるか。ロト6の場合は全然一致しないっていうことがよくあるから、口数が少ないと。口数が多かったら、そういうことはないけど、口数が2口だったら2口とも全く一致しないっていうことがあるから、それだけは避けたいな。全く一致しなかったら結構ショックやから、二口でも。まあ、とりあえず、また予想した数字の確認だけやけど、購入は、まだ当分はできないと思う。来てほしい数字が来たら、その4口購入して勝負しようかなとは思うけど、この前の当選数字見た感じだと、ちょっと購入はきついかな。まあ、とりあえず、また後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。